everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。4月26日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。今日ね、名古屋ね、湿度が高くてですね、王子運転してたんですけどもね、ハンドルがね、ねちゃねちゃベタベタしてですねこれはね、滑ることがないっていうことでね、とっても快適でしたよ。滑り王子マスクマンでございます。はい、なんか最近毎週マスクマンのなんかベトベトするネタを聞いてるような気がするんですけれども。え、そう？でも今日はさすがにちょっと衣装を変えました。なんかもう下半袖になってます。味噌煮込みスキーと今日です。本当に暑くてですね、今この部屋ですね、25.4度、25.4度なんですよね。気温湿度 76% という、久しぶりになんか沖縄っぽいような天気で、いや暑いのでまた例の冷たいものを食べちゃいました。ダンサーズです。またアイス食べている。わがままバディにまたなるよね。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは高い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 。今週のテーマは高いです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。そして、久しぶりに今週は名古屋は栄養コーナーやります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中福田康之フリージャーの花、芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。カープボーイさんが、はい、ツイキャスで、はい、沖縄はですね、今湿度26度、湿度 93% あるって言って、負けた、湿度すごいですね。イミグレさん、蒸し暑くて洗濯物も乾かないのでエアコンのドライでをかけてますという大阪市内です。ねえ、やっぱりなんか全国的にムシムシするみたいですね。そうですね。はい。それではじゃあ、先週のメールがたくさんありますので、行きましょうか。一つだけちょっと、何シナモンもともさんがですね、ツイキャスのコメントにですね、わがままバディ噛んでるって、うまいこと、うまいこと言ったつもりだったんだけどね、全然うまいこと言ってごまかしきれなかったね。ねはい、ということで、メールご紹介したいと思います。はい、お願いします。これ先週のですね、はい、記憶できています。はい。おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。記憶力はいい方だと思っていたのですが、最近はちょっと記憶力が衰えてきたなと思うことも増えてきましたね。記憶力維持のために頭の体操をした方がいいですね。思い出せる古い記憶は幼稚園の頃ですかね。うん、ジャーキーズバーガー、いつか行ってみたいです。ということでございます。ああ、ね、先週紹介しましたけど。でもあれ、幼稚園の記憶があるってことですよね。うん。ああ、王子ね、
幼稚園の時ってこうちょっとね、先生とこうね遊んでてこう転んでしまって頭に怪我をしたことがあるんですけども、はい、その記憶があるぐらいなんですね、はい、後のことあんまり覚えてないんですけども、うん、そうあんまり覚えてないんですけど、なんか嫌なことだけ覚えてて、私も幼稚園バスに乗り遅れて、うん、お母さんが迎えに来たこととかだけ覚えてます、うん、なんかそういう断片的にこう、ね、印象の強いことは ね残ってますね。ああね、はい、ありがとうございます。では、はい、しますね。進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。記憶といったら、写真などの記憶、iCloud やパソコンに入れて必ず残しています。その写真の中から数枚添付、懐かしさがあって面白いので保存してます。あと、昔の嫌な記憶は消してます。ではでは、最後まで放送頑張ってください。ということで、添付されてる写真が、うん、なんか、マリさんの、久高マリさんの写真と、うん、これ、リンタロウさんがパックしてるのかな、うんうん、写真とか、はい、なんか添付されてましたけども、はい、まあ、心にしまっておきます。はい、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、泉さんの特急サナさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。旅行に行ったら、行った場所までの交通手段や行った場所の風景などを記憶して、また同じ場所に行くとき記憶を蘇らせて迷わずその場所まで行くことができます。そういう旅行に関する記憶はいいと自分で思っています。じゃあまたやということでございます。あ、結構記憶力がいいっていうか、なんかやっぱり、うん、自分の興味があることとかね、好きなことは覚えてるんですよね。そういうことかな。また同じとこ行っても、ちゃんと、迷わず行けちゃうということですね。ね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではでは、シュプリームさんからです。はい。記憶。自慢じゃないですが、スノボ中の大転倒や着地の失敗で、シーズンに1から2回は、ここはどこ？私は誰のガレ？って、なります。うん、あ、これシャレなんだね。あ、これ、そうだったんですね。うん。まあ、大抵1、2分で記憶が戻ってきますけどってことは、相当ダメージを受けてますよね、これ。一瞬、記憶が飛ぶってことは。ね、うん、まあ、ね、すごい、大丈夫かな。頭打っちゃうと、ちょっとそういうあれが。一瞬ね、大丈夫かしら。あ、嫁のへそくり16諭吉を使い込んだときは、記憶にございませんと白を切りましたが、はい、記憶を読み戻してやると、フルボッコにされ、結果数時間にわたりひたすら謝り続けましたということです。あ、フルボッコになって思い出す方なんですね。あの王子やられればやられるほど全然記憶がなくれます。奥さんが怒って記憶を読み戻してやるって言って、でしょ、うん、ねえ、それでさすがにちょっともう白状せざるを得ない状況に陥ったんじゃないですか。あ、もう王子の場合もそういう場合だとね、それこそあれですよ、ここはどこって、あなたは誰、おだまり。でも確かにへそくり16諭吉使われたらね、っていうよりへそくりがそんなにあったところがすごいですね、奥さんのね、すごいですそれをね見つけたところがねすごい、それが一番かな、ね、見つけた、ね、うん、そう、本当、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、アレックスさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大体名古屋チームの皆さん、こんばんは。今夜のアンパイアが気になるの。え、アンパイアが気になる。プロ野球、特にパリーグの選手。ああ、審判？うん、審判ですね。うん。プロ野球、特にパリーグの選手には、記憶力を発揮しますが、勉強の暗記には、それほどでも機能しない私の脳みそ。どうでしょう？あ、特にあれですね、アレックスの場合は、ソフトバンクの選手に関しては、もうむちゃくちゃいろんな記憶がよくあって、うん、お勉強になるとちょっと忘れちゃうっていう。そういうことかな。そういうことかな、うん、なんかね、今、アンパイア話題になってますよね。話題になってますね。ね、名前あげない方がいい。あ、言ってもいいじゃないですか。いいですか、うん、白井だったっけ、うん、白井球審だったっけ、うんうん、そうそうそう。だからね、まあ、ちょっと話題になってますけどね、大人げないような対応だったっていうね、記事が出てましたけども、うん、まあね、それはなかなかまあ難しいですね。選手側とね、アンパイア側っていうのはね、まあ、いろいろルールがあってっていうことだと思うんですけども、まあ、見る方にしてみたらね、もっと楽しくって言い方変ですけどね、うん、ファンがちゃんとね、楽しめるようなね、対応でやってほしかったなっていうふうに王子は思います。はい、はい。ということで、はい、じゃあ、いきますね、メールの紹介いたします。
ほら、なんつったっけ、関西に住んでるあいつです。記憶が曖昧ですいません。柳さんにしっかり寄せたのに、あれ、柳さんに寄せてる？って言われたダンサーズさん。髪の毛ほどの大量のもずくを楽しんでる味噌煮込みさん。真ん中の方、こんばんは。テーマ、記憶ということで、話したいこと、なんぼでもありますよって。これ、この人はラジオネーム、なんとかのボーガンさんですか？ん？ああ。かな。あの、真ん中の方は、はい、あの、滑り王子と言いますけども。はい。はじめまして。はじめまして。滑り王子でーす。はい。そして、続きがあります。はい。私、酔ってよく記憶をなくすんですけど、気がついたら、片側4車線の国道の中央分離帯のそばを歩いてて、パトカーに保護されて家まで送ってもらった話とか、なぜだかネットカフェに泊まってて、会計するときに出金を言い渡されて、え？なんで？って聞いたら、共用のゴミ箱で用を足したってことを聞かされた話とか、大阪の中心部で飲んでいたはずなのに、気がついたらかなり東の寝屋川という町の駅のロータリーで寝てて、警官に起こされて機嫌が悪くなった話とか。機嫌が悪くなった。そんなことはもう忘れました。終わりって書いてあるんですけど、はい、最後に、でっかい字で、ラジオネーム、品場もろともって書いてあります。ああ、ちょっと存じ上げないだよね。はい。だよね。ねえ、うん。だって王子のこと知らないんだもん。真ん中の方だもんね。はい。そうだね。ね。はい。はい。ということでありがとうございます。ありがとうございます。そう。髪の毛ほどの大量のもずくっていうのは、倉庫型スーパーでね、もずくを 910g ゲットして、うん、毎日少しずつ食べて、ましたっていう話を多分投稿してです、ね、はい、もうなくなっちゃいましたね。もう食べちゃいましたね。はい。はい。ということで、やっぱり生のもずくは美味しいですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、銭形警部からです。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近は年齢を重ねてからでしょうね。若い頃とは違い、記憶力が少し悪くなっています。以前なら初めての人と会った際には、名前を聞けば大概は忘れないのですが、先週金曜日の公開放送では初めてお会いしたリスナーさんの名前を聞いたにもかかわらず短時間で忘れてしまうから記憶力が衰えているなぁと感じましたね。昔みたいに自作でクイズ問題を制作するなど脳に刺激をもっと与えないといけませんね、ということでございます。あ、でもね、名前結構忘れますよ。うん、うん、ね、なんかね、印象にあるような名前だとね、覚えるんですけども、うん、なかなかね、今聞いて、え、誰だったかなっていうこともよく王子はあります。ね、最近、うん、カタカナの文字の名前とか出てこなくて。文字、たまに漢字読めませんね。ああ、文字は漢字がね。うん、はい、ああ、よくありますね。はい。ひらがな打っといてって言ってるじゃん。読み仮名ね。そうですね。ですね、はい。そうそう。はい。はい。ということで、はい、あ、そうそう、先週のね、ハンバーガーのね、ね、うん、お店ね、はい、ジャーキーズバーガーさんの話から、うん、多分ハンバーガーの話が来てます。はい。マンタキラジオのみなこさんからです。あら、みなこさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私はバーガー類が大好きですが、ケチャップ、マスタード、ソース類やトマトは苦手で、マクドナルドに行ってもケチャップマスタード抜きでと頼みます。しかも辛いものを苦手ですが、そのジャーキーズバーガーさんのお店では抜くとか辛くないメニューありますかっていうのもいろいろ対応を答えてくれて、すべて美味しそうに見えますので興味あります。ちなみにマックのフィレオフィッシュのソース抜きにしたらパン、フィレオフィッシュ、チーズのみになりました。寂しいよ。でも食べやすかったですということです、ね。まあ、でもそういう方は他にもいらっしゃいますよ。フィレオフィッシュってタルタルソースか。そうですね。めちゃくちゃシンプルな味わいになります。そうですね。今度南城市にできるコストコも、うん、ホットドッグがありますので。ああ、うん。はい。パンとホットドッグのその何ソーセージ、うんうん、だけになりますからね。うんうん、基本はシンプルな味。シンプルな味、ね。素の味ってやつですね。はい。はい、ありがとうございます。
まだメール読めますね。はい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 。ぐらいになるかな。そしたらですね。はい。もう先週の。はい。先週のはもうありません。ありません。はい。はい。では、今週のテーマ、はい、高いでご紹介したいと思います。はい。東急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。高いといえば、飛行機の運賃です。大型連休になると運賃が高い。格安航空でも、大手航空会社並みに運賃を取ります。今度のゴールデンウィークに、沖縄に行こうと思っていましたが、高すぎるので、大阪からフェリーに乗って福岡に行って、ソフトバンク対オリックスバファローズのプロ野球の試合を見に行きます。それでも沖縄に行くより安いです。じゃあまたやということでございます。あ、福岡の方が安いってことですね。うん、確かにね。ははちょうどゴールデンウィーク前、すごい高いですね。うん、でも、あれですかね、コロナの影響もあって、便が減っててまた高いとかっていうこともあるんですか？それもあります。それもありますね。いろんなことが加味して高くなっているということですね。はい。はい、ということで、では CM の後は名古屋栄養コーナーです。はい。キウナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターand オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うなら、お母さんに会いたい。その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？一人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は098-998-4010。ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、名古屋は栄養コーナーです。はい。はい、久しぶりに名古屋は栄養コーナーなんですけれども、わ、今ちょっとですね。どうしたの？土砂降り雨が。なんか私も変な音するなと思ったんですよ。はい。そうですね。はい。じゃあ、はい。はい、じゃあ、続きいきますね。はい。そう。名古屋栄養コーナー久しぶりなんですけども、うん、高いということで。はい。今日はですね、
そう、200メートルを超える高層ビルの話をします。はい、実は名古屋って意外と高層ビルがありまして、その200メートル超えの高層ビルが4個ありまして、うん、はい、ミッドランドスクエアというビルと、うん、はい、JR セントラルタワーズと、うん、はい、あと、そのタワーズの、オフィスタワーもあるんですけど、うん、もう一個、反対側にマリオットホテルというホテルの建物もあります。はい、うん、あと、JR のゲートタワーという4つの高い建物があるんですけれども、はい、うん、はい、ね、意外と、ね、その、名古屋って、うん、そういう高いビルがあるんですよ。うん。そうですよね。うん。私、タワーズの方は、ええ。何階だったかな、あれ。50階でしたっけね。は、行ったことあるんですけどね。うん。はい、ね。確かに高いです。うん。すっごい見通し良かったですね。ね。なんか、意外と上の階にケーキ屋さんがあったりとかしてね。うん、そうですね。ですよ。ね、ミサちゃんご存知ですか？あのゲートタワーの中にですね、うん、はい、ものすごく皆様がよく知ってるね、はい、カフェですね、うん、カフェ、そこが一番日本一高いところにあるカフェと言われてますけども、どこをご存知ですか？はい、ん？カフェ？うん、カフェのお名前わかりますか？一番高い、日本一高いところに位置している、うん、まあ、これはたくさん日本全国どこにでもあるような、この、まあ、コーヒーショップですかね。チェーン店で、ね、はい、はい、はい、それが日本一なんですね。高いところに位置しているっていうね。うんうん、ご存知あります？ケーキ屋さんは確かにタワーズのところにあったし、はい、ミッドランドスクエアの上は展望台にはなってるけど、うん、カフェはあったかな？うん、ゲートタワーで、ね、あるんですけども。あ、はい、ゲートタワー。ゲートタワー。これはね、皆さんよくご存知のね、はい、スターバックスでございます。スターバックスがですね、はいはい、このビルのね、15階にありましてね、地上70メートルのところにあるということで、うん、でコーヒー飲みながらね、スターバックスの中で日本一高い場所にあるんだ。高いところに位置しているお店です。へ、うん、これが名古屋にございますので、ね、皆様ね、名古屋のお越しの際はね、高い位置まで行ってください。はい、スターバックスでもちょっと一味違うスターバックスのことですね。はい、はい、ちょっとですね、はい、でカープボーイさんが、オートバックスって言ってますね。はい、オートバックス高いところにあったら大変だよね。うん、ね、大変ですね。ちょっと、はい、ね、タイヤ交換とか難儀しますね。そうです、そうです。ということで、はい。はい。ということで、名古屋栄養コーナーでした。引き続きメールで、はい、お願いいたします。じゃあメールを紹介します。はい、キリ名古屋の皆さん、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、王子、こんばんは。モーラです。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。本日のテーマ、高い。私が24歳の頃、アマチュア無線仲間の自作タワーの上にアンテナを取り付けに登ったことがあります。6メートルパイプ3本で18メートルの三角タワーでした。安全帯を腰につけての上の作業。地上高18メートルは腰じゃなかった。腕に力が入らず怖かった。それでは縛ってくださいってことです。パンザマストっていうやつかもしれないですね。あ、うんうん、すいません、ちょっとマニアックなこと言います。パンザマストっていうやつかもしれないですけど。うん、無理ですね、18メートルは。はい、それはね、うん、3メートルのとこに上がってもですね、うん、見下ろすと怖いですよ。やっぱり、ね、ね、やっぱり。いや、もう下見たらダメですよね、やっぱり。最近ちょっと高いところがだんだん苦手になってきました。うん、あ、そうなんですか。うん、はい、うん。なんでしょうね。はい、うん。はい。ということで、はい、続きどうぞメール。はい。はい、続いてです。あら、お久しぶりでございます。名古屋の工場長からです。はい。ありがとうございます。最近高いと感じるものは、レトロゲームです。ちょっと前までは中古で100円くらいからありましたが、最近は見つけるのが難しくなりました。20年くらい前に2500円で買った同人ソフト、月箱が5万円で販売されているのを見たときは思わずゼロを数え直しました。皆さんの家の押し入れの中にもお宝ゲームが眠ってるから知れませんねっていうことでございます。はあ、なんかそういう古いゲームソフトが高く売れるっていうことなんですね。うん、はあ、あ、まあレトロゲームとかね、結構、ね、すごいお値段で、うん、そう、レトロゲームをやるための本体がないっていうことのが多いんじゃないですかね。ね、で、そのゲーム向きが高い。そうですよね。うん、確かに。あ、そういえば、沖縄ニュアンチュールさんが先ほどの話の
高層ビルの、はい、名古屋の高層ビルのすべては名古屋駅に集中してますねって、うん、あ、その通りです、うん、その通りですね、うん、確かに、はい、ねえ、うん、すごい、もう本当に一極集中ですね、そうですね、集中ですね、うんうん、はい、うん、はい、じゃあメール紹介しますね、うん、はい、埼玉のゴーです、ジャパン、ゴーです、ごめんなさい、いきなり紹介しちゃったら大丈夫、うん、はい、テーマ高い、ゴールデンウィークの帰省チケットですね、コロナ自粛で帰省できなかった沖縄、僕は3月末に一人で行きましたが、笑い、5泊6日で行きます、うん、往復の航空券で16万、え、高い、レンタカーは予約せず、送り迎えはお父さん、滞在中はお母さんの車を借ります、うんうん、レンタカーの予約をしようとしたら20万、え、あら、車買えちゃうじゃん、あ、そっかそっか、だからプラス4万ってことか、あ、で、全部ひっくるめてってことですね、うん、やっぱりコロナの関係でレンタカー屋さんもレンタカーの台数も少なくなって影響だろうなと感じましたね、うん、っていうことです。それは痛感してますね。ね、車両減らしてますね。車両減らしてるんですね。はい。わー、高い。高いっすね。これ家族で、家族で違う。16万って16万で、1人16万 ?2 人で16万 ?2 人で16万まあいや、2人でもね、4万円片道、単純計算。あ、でもそっか、そのぐらいかもですね。わ、家族4人で往復16万。あ、そういうことか。家族4人か。あ、そういうことですね。あ、びっくりした。はい。はい。事情がわかりました。事情がわかりました。はい。はい。さあ、こいついけるかな、はい、いきまーす。はい。はい、品川もろともさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。コミュニケーション能力が高いダンサーズさん、女子力が高いミソニさん、図が高い王子。だよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。昔やってたマジカルバナナみたいで嫌なのですが、高いと言ったら尿酸値、高いと言ったら血糖値、高いと言ったら血圧、王子と一緒だね。日頃の運動不足と暴飲暴食が大きなツケとして襲ってきています。ハンバーガーは4つまで、青森は5個までと決めている。ハンバーガーが4つまでおかしい。うん、結構食べるね。で、青森は5個までと決めているんですけどね。うん、でもちゃんと低いものもあって、知能と道徳と重心は低いですよ。ということでございます。重心が低い。あ、いい、うん。それ重要ですよ。相撲やるときにはね、重心低いのがいいですから。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、しまったところでエンディングです。エンディングです。来週のテーマは Take out。 来週のテーマは Take out です。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージアの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイトFMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋トリプルエイト、高級木材のご用命は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、本日もたくさんありがとうございました。お送りしました。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、イミグレさん、シナバモノトさん、ヒーフミーさん、カツシカのチンさん、ペーターさん、埼玉のゴーさん、シュプリームさん、カープボーイさん、ナッティナチコさん、ヒカルさん、はいはい、アランドケンのパパさん。はいはいはい、ちょっとガラガラ